ません。ああ、これが河村といえば河村なんですよね。最後の最後まで秋田に立ちはだかったのは河村。あのスリーポイント決められてしまったら、菅さんが悪いってわけじゃないでしょ、これもうね、あそこのターンランドでスリーポイント決められる技術をやっぱ河村君は持ってるということなので、しょうがないですよね。ただ最後のところでやっぱ決めきれなかった、やっぱ後半4点ですから、そこなんでしょうね。ディフェンスにある程度確信を得た B160 試合、ただその中でリーグワースト2位だったその得点力という部分、今安藤と河村のやり取りも落ち着いていますが、まあこの何とも言えない安藤の表情がありますが、まあ安藤のこれからのキャリアの中では河村のような勝たせるプレイヤーになっていくために、この経験というのは最後のペリメーターのシュートを落としているだけに、彼を攻めることはできないですけど、決めれば勝てる、決めなければこういうことも起こり得るということを知っただけでもすごいいい経験だと思いますね。